2016年はガンバ大阪が勝ちました。ルヴァンカップの決勝でも2016前半の45分がスタートしました。宇佐美がまず下げて庄司へ。庄司は右を狙いました。一味がここにいます。前からプレスに行きます。ガンバいい切り替えですね。ガンバ、はい、一味ミドルレンジから宇佐美狙う。鈴木彩音得意とするエリアで前空いてましたし、ボール受ける前にですね、首振って周りの状況を確認してですね、もうファーストタッチでシュート打ってるとかボールを受けましたからね、やれる時間が長くなりますからね。中間ポジション入るのうまいですよね。うまいんですね。縦パス入れて武藤、クロスを入れる。あ、キャスパーユンカ、大外田中、もう一度上げた。そしてユンカ、キャスパーユンカヘディングで決めました。2試合連続のゴール、公式戦3試合連続。これで確実に取ります。キャスパーユンカー、この武藤も中間ポジションですよね、はい、まあ、シンプルに入れて、もうゴール前人数足りてますからね。ただ今もねユンカーの動き見たら分かると思いますけど、ボールが来る前にですね、少し後ろに下がってヘディングできるスペースを自分で作るんですね、はい、ここちょっと後ろ下がりますよね。で後ろに下がりながらやっぱりこの辺をかわされ始めてくると、これね、広大なスペースありますからね、はい、前からプレッシャーいってるだけにね。これ秋元が追いつきます。キャスパーインカーの大きなサイドチェンジから低いボール、見事に合わせました武藤。あ、失礼、田中です。最後は田中のゴール、今日スタメンの1ゴール1アシスト。これユンカーのサイドチェンジからですね、はい、まあ、大きなスペースできて、秋元からの速いボールですね、まあ、武藤が引っ張ったことによって後ろにできたスペースをうまく田中達也が使いましたね、はい、ただこのクロスの質も高いですし、田中の入ってくるタイミングもね非常に良かったと思いますしね、クロスの質。ここ庄司、田中はスピードがあります。中に2人、小泉とユンカーがいますが、ここで庄司まだある、ゴール前ユンカー。ここね、はい、田中達也がスペースをうまく使いながら一度ね庄司に取られたかなと思いましたけど、うまくね小泉のポジション取り方もうまいですね。小泉がポジション取ったことによって、はい、三浦が引っ張られたその前のスペースにユンカがポジション取ったと。そういう意味ではクロスを入れた田中達也も冷静でしたし、中のアクションの取り方が2日3日で整えなきゃいけなかったということあるにしてもですね、ちょっと想像してなかったでしょうね、この展開は。前半の45分が終わりました。0対3。こういうサッカーだからこそユンカーにオファーを出したのかもしれませんね。後半の45分スタートしました。右エンドガンバ、左エンドが浦和レッズです。柴戸をかわして宇佐美、ここもがこぼれてきた、倉田のシュート。鈴木彩音、倉田のターンシュート。倉田受けます。中央の宇佐美、ここを挟み込むが宇佐美のシュート。いや、宇佐美らしいフィニッシュですけど ね、 これしっかりゴールとキーパーの位置見ながら、杉本折り返してワントラップからコオロキ打てるが、打ってきた、バーポスト惜しかった。コオロキよくシュートまで持ってきましたね、ほとんど角度、ね、なかったですけど、はい、振りも早いですし、ここで笛、0対3、浦和レッズ。